クロワッスコーヒー牛乳なんですが、しっかり入ることができるのか。よし、ということでいざトライ。はい、どうもクロワッスです。ということで現在ね、深夜の12時過ぎぐらい、おお、深夜の2時を過ぎていたということでですね、深夜の2時過ぎ、なんか別のことしながらわちゃわちゃやっていて、先ほどね、アトトのナビと ETC しっかりつけ終わったんですが、もう一本動画を撮ってみようということでカメラを回しております。それがですね、こちらダブルドリンクオアスマホホルダーということで、これね、 DA17 乗ってた時にどうしてもね、ドリンクホルダー部分に牛乳パック置きたかったんですよ。で、牛乳パックが置けて、なおかつそれともう一つ灰皿が置けるような何かないかななんていうことをね、動画でね、お話しさせていただいたところ、視聴者さんがこれいいよっていうことで連絡くれました。なので、もう視聴者さんおすすめのこれということでね、企業案件でも何でもなくスグルが買ってみました。これ DA17 のエブリンにぴったりつくんじゃねえかなということでね、買ってきてみましたんで、ぜひ今回はね、これダブルドリンクオアスマホホルダーを取り付けてみたいというふうに思います。はい、ということで実際にこれ開封していこうと思います。そんなに難しいもんではなさそうなんですけど、もうバコッと開けて取り出して、本体こんな感じ。ここは多分ドリンクホルダーに刺さるのかな。で、こっち側によいしょ、牛乳パックが刺せて、ここにもドリンクもう一本入るよみたいな、そんな感じの構造のようです。結構良さそうだな。あ、でね、ここの部分、これ内側はプラスチックなんだけど、外側はねゴム質みたいなものになっていて、多分ドリンクホルダーのところにキュッとフィットするような形になっていそうですね。はい、で、他の内容物に関しては、側のね、装飾に使われていたこの紙の部分が裏側、取扱説明書になってたりします。うん、なんてことない、ドリンクホルダーにそのままぶっ刺して使ってくださいみたいな、うん、そんな感じの説明しかないですね。あとは付属にスポンジついてたりするんで、当たってしまうところ、音が出てしまうところに関してはスポンジ使ってくださいねみたいな、そんなことが書いてあります。ということで実際に取り付けていこうと思います。はい、ということで実際に取り付けたいところは運転席側なんだけども、運転席側だとハンドルがあったりとかしてね、撮影しにくかったんで、助手席側で撮影してみようと思います。よいしょ、今ね GoPro 用のタイプ C ケーブルがここに来ちゃってるんですが、ちょっとどかして、こちらのスマホホルダー置くだけなんですが、よいしょ、あ、ちょっときつめ、あ、でもゴムの部分のしっかり効いてるからグッと入ってきますね。あ、で、しっかり奥まではまって押さえることができましたという感じ。もうね、これだけ、もうこれだけで取り付け完了。よいしょ、これでね、スグルなんかタバコ吸ったりするんで、ここに灰皿を置いて、こっち側に牛乳パックも置けることができるよみたいな、そんな感じでございます。実際に近くでハンディで撮ってみましょうか。ということでこんな感じですね。これが開いて閉じてっていう感じで、タバコも置くことができつつ、こっち側にジュースも置くことができると。 DH7 のエブリに関しては、ここに純正でドリンクホルダー、運転席側助手席がついて便利なんですけど、それ以外のドリンクホルダーつけるようなスペースがあんまりないんですよね。軽バンなんで車内が広いんで、エアコンもね、夏場とかだとそんなに効かないんで、しっかりとね、体に送風が当たるようにしておきたいななんていうところで、ここはあんま潰したくないということになってくると、なかなかドリンクホルダーを取り付ける位置がなくてね、困ってたんですが、これいいっすよ。これはスグルが追い求めていた商品ですね。しっかりガボッとはまってくれているから、ここに牛乳パックも取り付けられるし、使わないときはこういう形でしまっておけるし、場合によってはね、スグルはね、チーのスマホホルダーなんか使ってるからあんまり使わないんですけど、よいしょ、ここにこんな感じでスマホを差しとくこともできるような作りになっております。いや、これいいな、こんな感じのものですね。で、実際にじゃあ運転席側に取り付けてみましょうかね。はい、ということで取り付けてみました。うん、これだったらウインカーも邪魔にならない、ハイビームロービームにしたところで当たらないし、ドリンクホルダーを出していたとしてもウインカーは
邪魔にならないかな。いいねこれ。これだけの利便性があって、しかもここのねドアのノブも邪魔になることなく使えて、こっち側に500のペットボトルも置くことができると。でしかも500のペットボトルを置いていても、ここにドリンクホルダーが常駐でいられるという感じでございます。ちなみにね、すぐに今コンビニに来てたりもしますので、ちょうど喉乾いたんで500じゃなくてあえて1リッターのペットボトル置けるかどうかね、ちょっと試してみたいというふうに思いますんで、よいしょ、1リッターのペットボトル買ってこようと思います。はい、ということで買ってまいりました。じゃん、雪印コーヒー。これねすぐる大好きなんですよ。これが大好きで、これ1個160円とか170円ぐらいなんだけど、500だと、100円なのか。なんで1リッターのはコンビニで買うときも断然お得感のあるこのコーヒー牛乳なんですが、果たしてこの状態でしっかり入ることができるのか。よし、ということでいざトライ。よいしょ、おほ。ということでしっかり入れることができました。ということで、すげえな、ここの小スペースのところに1リッターの牛乳パックと灰皿と、ここにチーの充電器取り付けることができますという感じでございます。これいいな、これスグルの理想に近いハンドル周りにやっとなってきたかなという感じでございます。これね、視聴者さんに教えてもらったのはこれかなり良かったわ。本当にありがとうございます。こんな感じでね、ちょっと運転するのにもナビがついて、スマホがここにあって、運転しやすい環境を作れたんじゃないかなというふうに思っております。いやーこれいいね。でね、今後の展望としてはこれね、チーの充電器をこの辺り、ここの部分とか、どっかの、多分ここにあるだろうな、ここのちょっとしたね隙間というか物入れがあるんで、この物入れの部分を活用してしっかりとチーの充電器をこのダッシュボード上に固定をしようっていうこともちょっと考えたりします。実際にね、あの長距離運転したりして、一番この車の中でね過ごすのは、後ろで寝ている時よりもこの運転席に座っている時の方がスグルは多かったりもするのでですね、実際にこういったところでこの運転席周りが快適になるようなグッズを追加していくっていうのはね、すごく有意義なことなんじゃないかななんていうふうに思いました。はい、ということで今回はね、どうしてもこれを取り付けるところを皆さんに紹介したいということで、本当にねカポッとはめるだけで何の DIY でもない動画だったりもしたんですが、こちらの牛乳パックも灰皿も置ける、ダブルで置けるドリンクホルダー皆さんに紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。いや個人的にはこれかなり大満足よ。で他のところの操作邪魔さすることがないんだよね。で実際に今エアコンを入れてね送風状態にしてるんだけども、この送風の冷たい水がねこの1リッターのパックに当たるので、冷たく牛乳パックを保ってくれるような状況になったりもするんで、これはおすすめでございます。あとはね、おっきめのキャップ付きの缶あるじゃないですか。キャップ付きの缶のコーヒーとかだと直接ねエアコンの冷たい風を当てたり、暖房の暖かい風を当てることができるので、これねキャップ付きの缶だったりすると結構あったかく保てたり冷たく保てたりなんていうことがあったりしますんで、ここのね吹き出し口部分のドリンクホルダー結構重宝していたりもします。これね DA17 のね方のエブリィ乗ってる方がいらっしゃいましたら参考にしてみてはいかがでしょうか、というような動画でございました。はい、ということで今回はこちら DA17 エブリィにすごく使いやすいダブルで置けるドリンクホルダー紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。また Twitter、Instagram、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。はい、ということで買ってまいりました。じゃん、雪印コーヒー。雪印コーヒー、これねすぐる大好きなんですよ。これが大好きでね、